様々なスキー技術。下の写真3枚がパラレルターン。パラレルターンはスキーのターン技術の一つでターン前半から両足を同調させて板を平行にしたまま向きを変える方法のことを言う。プルーク防限やステムターンの次に習得される技術である。打ち足が速い段階からアウトエッジ側に変える点がステムターンなどと違う。 ターン前半からの外足荷重により、軽くなった内足の膝を返して、エッジを外し、両足を同調させて、平行のままターンする。制動要素の多いスキッティングを主に用いる基礎パラレルと、推進要素の多いカービングを主に用いる実践パラレルに分類される。実際の滑走では、両者の中間的なものが多く見られる。プルーク防限。 ステムターンと同じで外足荷重が基本である。ステムターンを習得すれば、大抵の斜面という気質を降りることができるが、ステムは素早いターンや狭いところが苦手なため、コブや高速でのターンに対応するためには、パラレルターンが必要になってくる。過去には、スキッティングの時は足をほぼ揃えているスタンス、カービングの時は、 肩幅程度に開いているスタンスとスタンスを使い分けていたが、現在の全日本スキー連盟の指導方針では、いずれの滑り方も、基本的には足をほぼ揃えているスタンスとしている。なお、実際の滑走では、ゲレンデの雪面状況や高速で滑走する場合などでは、肩幅程度に開いているスタンスにすると踏ん張りが効いて、滑りやすいこともあり、状況により使い分けられる。 パラレルターンの一種であり、山スキーに踏み替えた後に、スキー板をずらして制動しながら回線してから、山回りに移行することでターンする技術。ターンの外足が滑走プルークや、シテムターンと近い動きをするため、パラレルターンの中では、優しい技術であり、前述の3本の矢から展開、移行して至る技術の基礎パラレルターンの一つにもなっている。 スキッティングターンは制動性が高いことから安全を重視して滑る技術でもある。パラレルターンの一種であり、ターン開始時に足をターン内側に傾けて意図的な荷重や外力を利用した荷重によってスキー板をたわませて局面を作り、これを雪面に食い込ませることで足場を作ってターンする技術。スキッティングターンと異なり板の制動要素が少ないため、 高速滑走が可能となる。かつては難しい技術であったが、カービングスキーの登場により、一般スキーヤーにも可能な技術となった。カービングとは、掘り込むの意味であって、曲がるの意味ではない。パラレルターンでの姿勢は、従来からターンの内側に倒れている足に対して、上半身をカーブ外側に倒す、くの字と呼ばれる姿勢が基本となっていたが、 カービングスキーが普及し始めた頃の SAJ では、カービングターンを重視した楽なスキーを目指して、下半身と上半身がほぼ一直線にターン内側に倒れている姿勢が導入されていたことがあった。現在は、カービングターンにおいても外足荷重が重視されるようになり、再び、区の実施性による外足荷重の技術に戻している。速いリズムで、 外スキーから次の外スキーまで踏み替えながら滑る技術でパラレルターンの小回り的といえるターン。以前はウェーデルンと呼ばれていて主に上級者のターン技術である。工述のテールを振るウェーデルンを取得する過程においてプルーク暴言で速いリズムでターンを行うプルークウェーデルンもある。1980年代に入り海外のスキー板の滑走性能が飛躍的に進歩して 従来のひねり運動にあまり頼らずサイドカーブによるカービングターンでこう描くエーデルンが使われ始めていたが従来のスキッティング操作の性能が優れていたスキー板も健在だったため両方の技術が同時に存在していた1990年代に入り国内外のトップスキーレーサーが使っていたカービングターンが実現可能なカービングスキーが普及し カービングターンが認知されるようになった。つまり、カービングスキーができる前の1980年代から従来のスキー板によって、カービングターンは実現されていたが、広く認知されたのは、カービングスキーが一般的となり、一般上級者でも実現可能となった1990年代後半からで、SAJ でも90年代後半に入り、ウェーデルンを協定から削除し、 使用しなくなった。これは、ウェーデルンという言葉の意味がもともと、ドイツ語で犬が尻尾を振るという意味であるためで、この時期に登場したカービングスキーによるショートリズムでも丸いターンコを刻むことができ、ずらしてターンを刻むという意味に合わなくなったためである。よって、従来のロングターンの呼び方がパラレルターンとなっていたのを、現在は、 パラレルターン大回りとショートターンの呼び方がウェーデルンとなっていたのを、現在はパラレルターン小回りと呼ぶようになった。しかし日本プロスキー教師協会では独自の協定を設けており、現在でもウェーデルンの故障を使用している。パラレルターン小回りではひねりを使った小回りとこう、描く小回りの二つが使えると、より実践的であらゆる斜面に対応できる。 ABCD 参考資料、日本スキー協定、大和警告社間、ISBN 978から4から635460217。ありがとうございます。